まあ、キルポを渡さない判断だね。まあ、キルポを渡さない判断だね。なんか、オーバーウォッチ2のなんか、オーバーウォッチ2を持ち上げてんのってさ、強敵ロックオン。オーバーウォッチ知らないやつだけだ。あの頃と同じだね。なんか全然変わってないんでしょあれ。オーバーウォッチアンチ。いや知らんけど。あのさ、まあ、あのガンダムのゲーム知ってる？ガンダムのあの。ああ知ってるよ。ガンダム。そうガンダムの方がオーバーウォッチ2って言われてる今。マジで壊れてんな。飛ぶの早くね。もうまず俺が行くんだぞっていうね。あ、行ってるよってことだし。いいよね、まず。いいね。そういうなんつうの、それでも行くぞっていうやつだけ戦いたい俺は。来たぞ、来たぞ。やっぱ。ワンパイルね、ワンパイル、ワンパイル。やぞ。やっぱ弱いやつ殺してもう経験値ならんのよ。先を見越してるね。もうなくなる。あ、ちょっと奥に飛ばしすぎた。これ切れ一周。敵サイダーを発射。これも。オッケー。マジで弾出なさすぎなこの武器。あとバレてるね。ああ。ゴミカスチンチンエイムだった俺。ゴミカスチンチンエイム？おいおいおい。まあ、チンチンでも何でも勝てればいいんだよ。な、チンチンでも何でも勝てればいい。男です。うん、そっちの感じの男ね。なんか弾ねえかなぁ。何の弾だ。ヘビーか。ヘビーか。あ、アロー欲しかったんだけど。スナイパーも発見。おい、お前マロー使ってんの？おい、お前ら2人。俺マロー使ってんのかよ。俺マロー。おい、マロー。お前。たまに使う武器で合わせてくる。おい、なんで2人ともボテック使ってんだよ。たまに使う武器で合わせてくるじゃねえよ、マジで。しかも、俺も絶対いらないだろうなと思って刺したのに。なんなんだよ。絶対ほら、弾欲しいっつってか、じゃあアロー刺したろうっつったら。無償に使えるかな時があるんだよね。なんで二人使ってんだよ。今シーズンの環境的に。ある？あ、そうなの。一回嫌だっつってみるか。ダメだ。バッテリー作ってんだよな、お前。